どうも、アヒです。今回ですね、パワープロ2020が2021年バージョンにアップデート後、初めてのね、検証動画になるんですけども、まあ、シーズンが始まってから僕、球場へ行って動画撮ったり、また地元、大津市の郷土芸能の動画を撮りに行ったりして、まあ、しばらくね、検証動画をね、やってなかったんですけども、今回はですね、2020年のドラフト1位で入団した選手がいるじゃないですか。まあ、現時点で一軍で活躍している選手もいれば、まだね、一軍出場がない選手もいます。将来チームを背負うかもしれないその選手たちが、もし一年間ね、出続けたらどんな成績を出せるのか検証したいなと思います。巨人、平内龍太、最速156キロ右腕。オープン戦では先発するなとした。公式戦では、どのように起用するのかまだわからない。先発の可能性が多いが、先発ならどんな成績を出せるのか。続いて、阪神、佐藤輝明。オープン戦から本領発揮し、阪神にとって久しぶりにすごいルーキーが入団したと言えよう。この大物ルーキーが1年間活躍したら、きっとすごい成績を出せる予感がする。中日、高橋宏斗。最速154キロ右腕。3種類の変化球を持つ。先発起用か中継ぎ起用かわからないが、先発もできそうだし、中継ぎだとロングリリーフもいけそう。横浜、入江大生。最速153キロ右腕。スタミナは D。シーズンに入ってから先発として投げている。1年間先発だったら、もしかしたら、移籍した伊能投手の穴を埋めれるのかもしれない。広島、栗林良吏、最速153キロ右腕。怪我で離脱中のフランスアの代わりにセットアッパーをしている。フランスアが戻ってきたら、どの起用法をされるのかわからないが、今回は1年間守護神として起用してみたら、どんな成績を出せるのか。ヤクルト、木澤直文。最速155キロ右腕。能力的には先発タイプだが、実際、どの起用法で使うのかわからないが、今回は先発、中継ぎ、両方やってみることに。ソフトバンク、井上朋也。パワー系の選手。チーム全体的に、選手層が分厚いソフトバンクで、将来、ポスト松井になれるか。ロッテ、鈴木翔太。最速152キロ左腕。落ちる系の変化球中心。スタミナは D だが、先発として起用されるのと思うが、先発だとどんな成績を出せるか。西武、渡辺健人。巨体な体格でパワーもあり、おかわり三世と呼ばれている。多分、中村や山川が怪我で離脱しない限りは途中出場が多くなると思うが、これでどんな成績を出せるか。楽天、早川隆久。昨年ドラフトで注目された155キロ左腕。すでに初勝利をマークしているが、これから先発で起用するのは間違いない。1年間先発だとどんな成績を出せるのだろうか。日本ハム、伊藤大海。開幕から先発として投げているが、1年間先発起用するのかわからないので、今回は先発、中継ぎで両方とも投げてもらうことに。オリックス、山下舜平大。最速154キロ右腕。名前が面白いが、変化球がカーブ系しかないのが寂しい。この能力で良い成績を出せるのか。ということで、今回もペナントで1年間オープナーで回してみることに。果たして、ドラフト1位の選手たちは、どんな成績を上げられたのだろうか。平内投手の成績。21試合に登板。防御率3.79。1勝5敗。先発した試合が多く、中継ぎで登板した試合は数試合だった。プロ初勝利を挙げたが、負けが5敗。フォーク系以外にも変化球があれば、さらに勝ち星を
上げれたかもしれない。続いて阪神佐藤輝明選手の成績。全試合に出場して打率2割3分5厘26本74打点11盗塁。打率が2割前半ながらもホームラン26本打ち、打点も74打点をマーク、盗塁も2桁いき、驚異の成績を出していた。ちなみにミートも F から一気に E の47まで上がっていた。中日高橋宏斗投手の成績。34試合に登板、防御率 4.02、 4勝6敗、横浜入江投手を成績。24試合に登板、防御率 2.89、 7勝7敗、主に先発した試合が多く、防御率は2点台後半、2桁勝利はいかなかったが、なかなかの成績を出していた。広島栗林投手の成績。59試合に登板、防御率 2.90、 2勝2敗、34セーブ、10ホールド。1年目から59試合に登板、30セーブ以上の成績を出していた。もしかしたら今後守護神の方がいいのかもしれない。ヤクルト木澤投手の成績。40試合に登板、防御率 2.64、 2勝2敗9ホールド。主に中継ぎでの登板が多かった。しかしスタミナ的には先発でするのもありかもしれない。井上選手の成績。14試合に出場、打率2割7分3厘、3打点。やはり一軍の壁が厚かったせいか、あまり出場機会に巡れなかった。鈴木翔太投手の成績。18試合に登板、防御率 5.30、 2勝5敗、1セーブ。防御率が5点台になってしまった。最初の方は先発だったものの、なかなか結果が出ず中継ぎに回っていた。渡辺選手の成績。68試合に出場、打率2割3厘、ホームラン2本、16打点。楽天、早川投手の成績。25試合登板、防御率 4.17、8勝6敗。全試合先発に登板し、8勝をマーク。防御率は4点台だが、将来性を見せることができた。二桁勝利できるのも近いかもしれない。日本ハム、伊藤大海投手の成績。50試合に登板、防御率 3.70、 5勝5敗、8ホールド。先発、中継ぎとフル回転し、50試合に登板していた。これなら、近いうちに二桁勝利もできるかもしれない。オリックス、山下俊平太投手の成績。40試合登板、防御率 3.21、 2勝2敗。主に中継ぎで登板、変化球が少ない中、40試合登板して防御率は3点台前半ながら結果を出した方だと思う。はい、ということで今回ね、ドラフト1位の選手で、まあ、検証動画をしてきたんですけども、まだねシーズンはね始まったばかりですので、これからね頑張ってほしいなと思います。まあ、アップデート後いろいろなね検証したいことがね増えてきましたので、それをね今後動画でねやりたいなと思います。もちろん今後ね球場へ行った動画もね上げたいなと思いますし、そして、まあ、検証してほしいことをねこれからね募集したいなと思います。もしですね案とかありましたら、 Twitter とかその YouTube の方にまあダイレクトメッセージをねお願いします。ということで今回はねこの辺で終わります。もしよかったら高評価、チャンネル登録の方、そしてコメントで応援の方をねよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。